今回は南部統一模試結果という、中学校の、模試の結果が入った表を、ね、並べ替えたりとか、それぞれの中学校ごとの平均や合計の集計業を表示するといったところに触れていきたいと思います。いわゆるデータベースといったところになります。南部統一模試結果というタイトルらしきものが A の1セルに近いところにだいたい入ってますよと、一番左の一番上のあたりに近いセルにだいたい項目名が入ってますよと、今回ね、南部統一模試結果と A の1セルに入っています。で、表になっている部分がね、ありまして、今ね、選択させていただきますと、今回はね、罫線でくくられている部分を表と呼ばせていただきますが、今回ね、罫線がついています。B の3セルから D の27セル、こちらを表と呼ばせていただきます。表、これで1つの表ですね。選択解除をします。今、表と呼ばせていただいた部分に、何が入っているかというと、B の列は氏名が入っています。お名前がね、スクロールしていってもね、どこまでも入ってきます。どこまでもじゃないか、27行目まで入っています。で、同じくこの表の中の C の列には、所属と言いまして、どの中学校に所属しているかが書かれています。それぞれのね、方がどの中学校に入っているか書かれています。で、D の列が12科目の合計点が入っています。12科目結構ね、多い。何の科目なんだろう。12科目の、ね、合計点が入ってますよと。で、この表の見出しと呼ばれる行は3行目になります。どの列にどの項目が入っているかというのが3行目に入ってますので、3行目の、ね、B の3から D の3セル、こちらを、見出しのセルとか、ね、見出しの行というふうに呼ばせていただきます。この列には氏名、この列には所属、この列には12科目の合計点が入ってますよと書かれています。今はね、中学校ごとに表が並び替わっているようですので、並び替えからまず試していきましょう。合計の点数のね、高い順に並べ替えていこうかなと思います。合計の点数の高い順、12科目の合計点ですね。こちらの高い順に表を上から並べ替えていきたいのですが、一番簡単な方法は、見出しのセルをね、左クリックで選択しておいて、左クリックが、矢印のキーですね。今、Windows でお伝えをしておりますが、今回はね、D の3セル、ABCD の D の3セルに12か合計という見出しが入ってますので、こちらを選択しておいて、データというタブを左クリックしましたら、このバージョンですと、並べ替えとフィルターという真ん中あたりのグループの中のね、こちらが一番簡単かな。Z から A に矢印が向いているアイコン、マウスポインター当てると、高順とか大きい順っていう風に表示される、こちらになります。こちらを左クリックします。よっと。表が並べ替わりました。一番高い点数の方、渡部リカルドさん923点。2番目、矢野マイケルさん912点とね、スクロールしていきますと、 D の列が900点台から800点台、700点台、600点台、500点台というふうに大きい順に並べ替わりましたよと。1つの項目を大きい順に並べ替える、1つの項目を基準に大きい順に並べ替えるという方法は、今お伝えした通りですね、見出しのセルクリックして、高順または大きい順のアイコンを左クリックと。では、また別の並べ替えを試してみましょう。お名前順に並べ替えますよと。お名前が入っているのは B の列になりますね。B の列、氏名と書かれています。こちらを基準に並べ替えるには、氏名だよというね、見出しのセル、今回 B の3セルになります。氏名と入っています。こちらを選択しておきます。左クリックとかね、矢印のキーを使って B の3セル選択しましたら、あいうえお順にします。データタブの左クリック、データタブを左クリックしまして、並べ替えとフィルターというね、真ん中あたりのグループの A から Z に矢印が向いているアイコンになります。マウスポインターを当てると、小順とか小さい順っていうふうに、
表示されます。なんであいうえお順が小さい順なのかっていうことはですね、数字じゃないのに小さい順っておかしくないっていうことなんですが、調べたところによるとあいうえおとか漢字もかな、なんかジスコードというものが与えられているそうで、うっすらと数字の気配があるらしい。ちゃんとね、確かめたわけではないですが、一応検索をしたらそんなワードが出てきました、ね、ちょっと余談になりますが、ではね、 B の3セル氏名だよと書かれているセルを選択しましたら、 A から Z のね、小順または小さい順のアイコンを左クリックします。よっと、では見ていきましょう。スクロールします。一番上がね、相沢さん、二番目が浅井さん、石原さん、笠井さん、金子さん、家業が来て、斉藤さん、佐野さんと作業が来て、伊達さん、テイラーさん、他業で、中村さん、な行という風に、最後渡辺さん、渡部さんとかね、あいうえお順に並べ替わりましたよと。氏名をあいうえお順に並べ替えるには、今お伝えした通りですね。で、今回はね、それぞれの中学校ごとに、その中学校の平均点と合計点の集計業を出したいので、中学校順に並べ直します。中学校順。ということで、中学校の列、C の列ですね。こちらを基準に並べ替えるので、C の列の見出しのセル。今回は C の3セルになります。所属と書かれたセルを選択します。選択方法、左クリックでも矢印のキーでも構いません。選択しましたら、どちらでもいいですね。小順でも高順でもいいです。中学校中学校ごとに表が、まとまってくれればいいので、小さい順にしようかな。C の3セル選択したら、 A から Z に矢印が向いている小順または小さい順と、表示されるアイコンを左クリックします。並べ替わりました。一番上のね、まとまりが巻上中学校。で、2番目のまとまりが巻舌中学校。で、3番目のまとまりが巻物中学校というふうになります。もしもね、今回はね、偶然中学校の順に並べ替えたら B があいうえお順に並べ替わってくれたけれども、その前に氏名をあいうえお順にしたからかな。もしもね、中学校順を最優先にして、中学校順の中では氏名をあいうえお順というふうに2個並べ替えの条件をつけたい場合は、表の中のどこか1セルね、どこでもいいので選択をしておいて、データタブ左クリックしましたら、この大きなアイコン、並べ替えという文字列が入った AZZA というね、大きいアイコンを左クリックしまして、そうするとね、ダイアログボックスが出ます。並べ替えと、所属されるキー、失礼しました、再選されるキー、所属で、セルの値、小順高順どっちでもいいけども、中学校ごとにまずデータをまとめますよという風にしますでしょ。そしたらレベルの追加をね、左クリックして、同じ所属の者同士では次に優先されるキー、氏名を選択します。で、並べ替えのキーは、セルの値ですね。フォントとかね、書式ではないのでセルの値を選んでおいて、で、あいうえお順なので小順と、最優先されるキーが所属順で、同じ所属の者同士では次に優先されるキーのところにね、指名順にしまして、こうするとね、良いですよと。今回多分変わらないかな。OK をしてみますね。こんな感じですね。変わんないよという感じになります。では本題に入りましょう。こちらをね、今回、集計業を入れていくよということなんですが、まずね、中学校ごとに、並び替える必要がありました。中学校ごとの平均と合計を出したいから並び替える必要があったよと。で、改めて表の中のどこか1セルをね、選択しておいて、データタブ左クリックで開きましたら、だいたい右の方にあります小計というアイコン、こちらを左クリックします。アウトラインというグループに今回は入ってます。小計左クリックよっと、そうしますとこんなダイアログボックスが出ます。集計の設定、グループの基準、今回はね、中学校ごとに平均合計出したいので、基準はね、所属ごと、所属にします。合計と平均どっちでもいいんだけれども、集計の方法ね、
どっちが先でもいいんですが、平均から出そうかな。集計の方法、平均。集計するフィールド、今回は、合計科目を平均とかね、合計出したいので12か合計で合ってます。締めの平均とか所属の平均ってないですしね、12か合計で合ってます。見出しのセールの文字列がここにね表示されますよと。で、下の3つのチェックボックスですが、現在の集計をすべて置き換えるという項目に関しては、現在集計が入っていないのでチェックがついていてもついていなくても、構いませんよと。で、2個目、グループごとに買いページを挿入する。こちらは、そういった指示があればチェックを入れますが、左クリックでねチェック入れますが、今回、ないです。集計業ごとに印刷するときにページを変えるとかいうね、手間はかけません、言われてないのでね。で、3つ目、集計業をデータの下に挿入する。こちらはねチェックを入れます。データの下に集計業をファッとこう入れていくと、どういうことと思った方はね、OK を押して見てみましょう。OK 左クリックします。このようになりました。ちょっとね、文字列が全部表示されてないので、C の列ね、広げます。まずね、12行目、巻上中学校の平均点出ました。734.75。で、21行目にはね、巻舌中学校の平均点、786点。で、30行目に巻物中学校の平均点が出ました。780.625。で、最後、31行目、全体の平均も出てくれましたよと。で、このように中学校ごとにまず平均点を出しましたよと。全体のものもね、自動的に出てしまうんですけどね。で、このようになりました。で、続けてね、合計の集計業も入れていきたいと思います。まず表の中のどこか1セル選択しておきまして、もう一度データタブ左クリックで開いたら、右の方にある集計というアイコンを左クリックします。先ほどと同じダイアログボックスが出てきます。今回は中学校ごとに、合計をね出したいの、12か合計の。なのでグループの基準は所属で OK。 所属っていうのがね、中学校ごとに分けてくれるから。で、集計の方法はさっき平均したので、次はね合計、こちらを左クリックで選びます。集計するフィールド、当然ね12か合計というね見出しの入った、列に、なります。12か合計をチェック入れておきます。で、下の3つのチェックボックスですが、現在の集計をすべて置き換える、こちらはチェック入っちゃってたら左クリックでチェックを外します。こちらにチェックが入っていると、先ほど表示した平均のね集計業消えちゃうので、置き換えませんよということでチェック外します。そうするとね、3つ目の、チェックボックスが、選択しようがなくなりましたよということで、2つ目いきましょう。グループごとに買いページを挿入する。これは先ほどお伝えした通り、印刷の指示があって、集計業ごとにグループごとにか、ページ分けしてねという指示があったときはチェックを入れましょうねということで、今回印刷とかねしないのでチェック入れません。所属合計12か合計、これでいきましょう。 OK 左クリックします。はい、最初に入ってたのがね平均の集計業、それぞれの中学校の下に入ってましたよと。今回その上に、集計と書かれて、集計という、ね、文字がややこしいですけども、こちら合計ですね、合計になります。合計の集計業が中学校の、まとまりの下に入ってきました。巻舌中学校も巻上中学校も、巻物中学校も、合計のね入った集計と書かれた行が入ってきました。心配な方はね、集計の入った点数のセルを左クリックして数式バーをご覧いただくか、 F2 のキーでね見てみましょう。サブトータルという関数をね、集計業の合計では使います。で、括弧の中が引数になってます。で、関数はねそんなによく知らないよって方はね無視でいいです。エスケープキーで元に戻ります。 ESC のキーですね、こちらで元に表示を戻しますよと。で、こんな感じで、合計の集計や平均の集計を出すことができましたよと。これがね、集計業になります。一番最後にね、全体の合計、
と全体の平均が入ってきますよと。で、次にですね、左側注目していただくと、Excel の行ナンバーがね、いつも通り入っているところの左側に、1234っていうね、左から順にボックスが出ているのと、それぞれの1234の下に、マイナスとかね、マイナスか、一番最初は、の、表示があります。まずこのマイナスをポチポチ左クリックしてみましょうか。マイナス左クリックしてみます。マイナスを、ね、左クリックするとね、データが折りたたまれます。畳まれちゃいます。非表示になる、ある程度。巻物中学校、ね、一番上にあるまとまりの巻上中学校の、今ね、集計業しか出てないんですね。3行目の次が12行目になっている通り、巻上中学校の、具体的なデータが今畳まれて非表示になってます。で、プラスマークになったところ、先ほど左クリックしたところを左クリックし直してみます。そうすると、プラスがマイナスに戻って、巻上中学校の生徒たちの具体的なデータが、再表示されます。このようにマイナスを、ね、左クリックするとデータが畳まれますよと。3という、ボックスの下の、ね、1個目のマイナスを左クリックしたら、まず一番上のまとまりの巻上中学校の詳細データが畳まれました。ではね、その下のマイナス左クリックしたいと思います。今はね、巻舌中学校の、具体的なデータと集計行が2行表示されていますよと、ね、マイナスこちらを左クリックしてみましょう。すると、巻舌中学校も、集計業しか表示されなくなりましたよと、具体的なデータが非表示になりました。その証拠に13行目の行ナンバーの下が22行目になってますよと、非表示になっている行があるということです。さらに先ほどクリックした、マイナスのボックスの下にあるマイナスのボックスですね、こちらも左クリックしてみますと、巻物中学校の、ね、具体的なデータが非表示になりますよと。巻物中学校に関しても集計業しか表示されなくなりました。こんな感じで、ね、データを、畳んだり、開いたりすることができますよと。今はそれぞれの中学校の集計と書かれた合計の行と平均の行が表示されていて、最後2行ね、全体の合計と全体の平均が出てますよと。では左側のね、2のボックスの下のマイナスのアイコンを左クリックしてみようかなと。よっと。すると、一番最初に設定した平均の、データしか出なくなりました。まず巻上中学校の、ね、平均しか出なくなった。集計がなくなったと。では2のボックスの2個目の、マイナスのアイコンを左クリックしてみます。巻舌中学校に関しても平均の集計業しか出なくなりました。ではね、3つ目、巻物中学校、こちら、今ね、平均と合計の行が入っていることを確認しておきまして、2のボックスの、3つ目のマイナスのアイコンを左クリックしてみます。巻物中学校も平均の、行だけが表示されて、合計の集計業も詳細のデータも非表示の状態になりましたよと。34と35行目はね、全体の集計なので、こちらはちょっと無視と。では1のボックスの下のマイナスのアイコン左クリックしてみましょう。そうするとね、もう全体の集計しか出てきませんと。こんな感じになってます。プラスをもう一回開いていきましょう。よっとよっと、どんどんね、具体的なデータが出てきます。こんな感じ。じゃあ1234のボックスは何なのということなんですが、1234のボックスも左クリックしてみましょうかね。4を左クリックしてみます。4変わんない、4は全部表示するのかな。じゃあ3を左クリックしてみますね。データが一気に縮みました。具体的な詳細のね、誰が何点っていうデータがなくなって、集計業が全部表示された状態になりましたよと。巻上中学校の、合計平均、巻舌中学校の合計平均で、巻物中学校の合計平均の行と、最後に全体の合計と全体の平均の行が表示されたと。
では次はね、2というボックスを左クリックしてみようかな。2を左クリックします。そうするとね、最初に設定した方の集計業、平均が出てきましたよと。それぞれの中学校の平均の集計業は表示されて、合計の集計業は非表示になったと。全体の集計業はマックス強いので、なかなか非表示にならないよと。では最後1というボックスね、左側のね、1というボックスを左クリックしてみましょう。そうすると、34、35行目、全体の合計と全体の平均の行だけが表示されましたよということで、1、2、3、4はレベルです。一番ね、大きな数字4を左クリックしたら全部表示されるよと。次に大きな3を左クリックすると、次に具体的な表示になるよというふうに、どんどん折りたたまれていくと。こちらが集計業になります。